番組が気に入ったらコメントでお知らせください。親愛なる光の存在たちよ、あなたは自分の本質を覚えていますか？時代が変化するにつれ、あなたも変化し、炭素ベースの DNA から光の体をサポートする結晶構造へと移行しています。今、あなたは自分の体に光と栄養をさらに与える準備ができています。呼吸は単なる物質的な栄養を超えたものであり、呼吸はあなたを完全に維持する可能性を秘めていますが、地球上のますます多くの人々がそれが存続できることを発見しています。彼らは食物をほとんど、あるいは全く食べず、代わりに光によってサポートされ、結晶質の DNA を活性化し、本質的な真実に目覚めました。彼らは外部からの援助なしで繁栄し、5次元の存在の崇高な真実を体現しています。これらの先駆者たちは、食物の濃厚なエネルギーではなく、呼吸と微細なエネルギーにもっと依存することを学びました。しかし、さらなる変化が到来し、多くの人が固形食物を必要としないホログラフィックの体、つまり、単なる 3D プログラミングの名残であると認識する時代が到来します。私たちの目的は、すぐに食べるのをやめるようにあなたに促すことではなく、莫大なエネルギーがあなたの中を流れる5次元の現実を個人的に探索し、体験することを奨励することです。理解への道は、あなたの経験と内なる知恵によって導かれます。皆さんの多くはすでに肉をやめ、ベジタリアンまたはヴィーガンの食事を取り入れており、流動食への移行が進んでいます。液体は身体に容易に同化され、希望通りにエネルギー的に刻印することができます。食べ物の選択に関係なく、親愛なる光の存在たちよ、水、あなたの中にある水、そしてあなたが飲む水を祝福することを忘れないでください。この行為により振動状態が変化し、提供される栄養が強化されます。ロースウォーターを一滴垂らすだけで、一皿の食べ物よりもはるかに波動を高めることができます。そのパワーを知っていさえすれば、親愛なる皆さん、あなたはもはや、役に立たない制限的な 3D 信念を捨てていますが、もし私たちのメッセージが今心に響かないなら、時間を置いてください。それまでの間、下のチャクラからエネルギーを引き上げ、心臓に栄養を与え、ルートチャクラから恐怖を解放することでエネルギーを高めることに取り組んでください。背骨の付け根には、クンダリーニとして知られる純粋なエネルギーの貯蔵庫があり、あなたに栄養を与えることを目的としています。このエネルギーを活性化する方法を学べば、あなたの現実は大きく変化するでしょう。私たちはあなたのためにここにおり、あなたの成長と発達のために、私たちのすべての教えを利用できるようにしています。私たちは信念や合理的な理解を超えてあなたを愛しています。ライトボディとクリスタル DNA を活性化する準備はできていますか？オクタビアはテロスと提携してカリフォルニア州シャスタ山から素晴らしいアクティベーションを提供し、誰でもアクセスできるようにしています。彼の本当の願いは、すべての人類が自由を経験することです。参加に興味がある場合は、以下のリンクを使用して登録してください。登録後、ブロードキャストにアクセスするためのリンクを含む電子メールが届きます。